お笑いコンビウーマンダッシュアワーの村本大輔が12日、X、旧 i t t e r を更新。和田アキ子の、とど発言、の炎上を疑問視した。写真、最後の一投を終え涙する北口春花11日放送の TBS、あっこにお任せ。で、パリ五輪の陸上競技、女子やり投げで金メダルを獲得した北口春花の話題を取り上げた。この際、 北口が競技の合間にフィールドで寝転がってカステラを食べるシーンについて和田は、とどみたい、横たわっているのが、かわいいなぁと発言。この、とどみたい、という表現に対し、あまりに失礼、言葉選びが間違っている、などと批判が殺到し炎上した。この話題について村本は和田明子さんの、とどみたいなのが横たわってるみたいなかわいいなぁって愛しか感じられなかったけどねと試験を述べた。 続けて、言葉には表と裏があってイギリス人の友達はご飯食べてめっちゃ美味しいとディスガスティング。っていう詩と褒め言葉として、ディスガスティング、胸くそ悪い、などと真逆の表現を使うような例を挙げつつ、てかわざわざとどって言われてますかわいそうってマジレスする方が傷つけてる可能性あるよわらと今回の炎上で逆に北口を傷つけているのでは、という見解を示した。